本日も素晴らしいゲストが来てくださっておりますよ。花子的には俺の助手っていうところなんですけどね。そんなゲストさんにはこの後すぐに登場していただきます。それではそろそろスタートしましょう。自爆少年花子くん放課後ラジオ、ちゃんと最後まで聞くんだよおばあかさん。こんにちは、目指すは知的な文学少女、八代ねねです。文学少女というわけで今回のゲストはこちら。わー、皆さんこんにちは。八代ねね役の鬼頭あかりです。おー、やっと来た、ヒロイン、よろしくお願いします。いや普通ヒロインさ第1回のゲストだよね、まずね。さらにこうなんか回が続いてですね、やっとヒロイン来た、ありがとうございます。そうなんです、やっと来れました、はい、しかもこうねねちゃんのこれ可愛いよね。いやそうなんですよ、うん、これめっちゃ可愛い、すごく肌触りがいい、はい、そうねねちゃんの髪ね、撫でるととても気持ちいい。そうなんですよ、みんなも撫でるといいよ。はいはい。そして今日はですね、はい、今日は実はおバレンタインデーなので、はい、じゃじゃーん、お見てください、これ、皆さんこれ知ってますか？これアニメイト、うん、池袋のアニメイトさんで配っていたモッケチョコをね、はい、今日はたくさん持ってきたので、すごい、ここに、ありがとう、めっちゃ乱暴だな。やしろ、ちょっと花子くんとねねちゃんにあげます。ありがとうございます。めっちゃいっぱいもられている。モッケチョコ風呂、すごいね。ていうかキトさん1回って言ったんですけど、俺よく考えたら、はい、番組0回の時に、あ、そうですね、代わりにやってくれてた。すいませんでした。あの声を取られていた、はい、はい、大変お世話になりました、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。はい、まあそんなわけですね、はい、まあちょうど折り返してるんですね、うんうん、昨日の TBS のオンエアで第6話になったわけでございますがですね、はい、まあ、半分も放送されてしまいましたですね。いかがでしょうかね。早い、いや、はい、でももう毎週目が離せないというか、うん、結構深い時間にやってるんですけど、うん、毎回週のようにリアタイをしてしまいますね。結構リアタイしてるよね。そうなんですよ。あ、でももう寝なきゃと思うんですけど、あ、でもあと10分で始まるなら見てから寝るかと思って、わかる、見ちゃうことが多いですね。そこが鬼頭の若いところ。俺はリアタイをしようと思って寝落ちするんだ。途中で始まった始まったっつと寝落ちするんですね。